高橋菊太郎4月25日から1970年4月9日は昭和期の作詞家。函館日日新聞の記者時代に作詞した酒は涙かため息かが戦前の大ヒットとなった。以下は15位。1901年4月25日、北海道根室郡根室町で漁師の息子として生まれ、菊太郎と名付けられた。根室商業学校を中退後、 ねむろ新聞社に入社。この頃から高橋春葉のペンネームで文筆活動を始める。1922年、函館日日新聞に入社し、社会部長兼学芸部長として活躍するから、文芸堂人誌に参加。詩や小説、脚本などを手掛けた。1931年、酒は涙方ため息化で作詞家デビュー。これは自身が 日本コロンビア文芸部宛てに当時、新進作曲家として注目され始めていた小川正夫を直接指名して投稿したもので、藤山一郎の歌唱で大ヒットした。1933年に上京し、各レコード会社から数多くの作品を発表した。歌謡導入し、歌謡文芸を主催し、後進の育成にも努力し、会員には後に、 人気作詞家として活躍した石本美幸、板倉文雄、花虫玲児、宮川哲夫、秋田康春、立花の誠らがいた。また、1947年に日本音楽調査家組合、1950年に日本民謡協会、1960年に日本詩人連盟の結成に参加した。1968年、詩十報奨受賞。 1970年4月9日死去、去年68、同日15位に除され、君四等曲実賞受賞を授与された。函館市、蓬来町に高橋菊太郎碑がある。流行家三代物語、日本民謡の旅など、その起源からをたどる多数の著書があり、流行家の研究者としての顔があった。ありがとうございます。